今回は、福岡から入って実に1週間にわたってアジアから、7人のアーティストと僕とユエンチーワイ、シンガポールもう一人のディレクターのユエンチーワイと一緒にツアーをしてきました。で、各都市で、それぞれの土地でのゲストを交えていろんなフォーメーションで演奏をしてきました。で、それも、本当にこの札幌のこの今日と明日の 2days に向けての、本当にいい形で持ってくることができたと思ってます。で、実は僕もチーワイもこの準備のためにも今回で札幌入るの4回目でいろいろした準備をしてきて、これだけのお客さんが来てすごく嬉しく思ってます。で、今日は、また、日本からのゲストを交えてアジアのミュージシャンとセッションをして、前半と後半に分かれていろんな組み合わせでやります。で、間に1回休憩が入ります。で、今回はステージプラットフォームの上に風呂敷があるんですけども、それは今回の大風呂敷プロジェクトの市内にある工場の方でお願いして作ってもらったものですし、あとそれぞれのアーティストのところにあるランプも札幌市民からお借りして使ってます。これからいろんな場所で演奏するんですが、一応演奏者の機材とかがあるので、それだけ気をつけて、ただ本当にいろんなところから音が鳴るのでそれを楽しんでください。では、じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you.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 
そう。
Thank you.